南北は来る2032年夏季オリンピック共同開催移行賞を国際オリンピック委員会に提出することにした。また2020東京オリンピック共同参加に対する合同チームを構成することにした。韓国の手岩文化体育観光部次官と北朝鮮のウォンギルー体育賞次官は14日午前10時、海上南北連絡事務所で会談を行った。 歴史的な反問点宣言と9月の平壌共同宣言履行に向けた2回目の体育文化会談だった。この日、双方は、共同報道文を通じて、2 0 3 2夏季オリンピックの共同開催の意向を盛り込んだ文書を近いうちに IOC に共同で提出することにしたと明らかにした。このために南北は2019年2月15日、 スイスローザンヌで体育関係者らとの会議を開催することにした。また双方は、2020東京夏季オリンピック共同参加と関連し、合同チーム出場の経験があったり、国際競技連盟が提案した種目などを中心に合同チームを構成することにした。 このために南北は合同練習など実務的な問題を引き続き協議していく考えだ。特に南北は2 0 3 2夏季オリンピック共同開催誘致、2020東京夏季オリンピック共同参加をはじめ、体育分野の交流協力問題を今後、文書交換や実務会議などを通じて、協議推進していくことにした。このほか 南北は2020東京パラリンピックにも共同で参加することにした。